ご機嫌いかがでございましょうか。2024年2月10日土曜日、日本時間午前11時となりました。デモクラ TV 本会議、今日の担当は私、川崎孝之でございます。ということでございまして、東京大雪というですね、大イベントが、ね、こちらございました。首都圏大雪、まあ、いろいろ災難を受けた方、もう随分救急車も出たという、それでね、相変わらずその北国の皆さんが東京の連中はもう情けないねというような、コメントをね SNS 上でたくさんいただいて、もう毎回思うんですけどね、あの、まあ、そうはおっしゃるけど普段雪がないところに住んでおりますんでね、あまりそう言われてもと言ったら、あの北海道在住の方が、いや我々としてはアドバイスをしているつもりなんだと、言い方きついかもしれないけどアドバイスなんだぜというふうに言ってる方もいて、まあそうか、それは耳に痛いけど我々も聞かなきゃいけないのかなと思ったところで、私の隣にいた友人が、でも暑さでヒーヒー言ってる時沖縄の人は別になんかうるさいこと言わないよね、お前余計なこと言わないのって、そんなことありました。沖縄の人って優しいんだねっていうのが話を言いたかったそうなんですけど、もうそういうふうな比較をしてはいけないわけでございまして、でもね、まあ正直な話、年に1回か2回は、東京この大雪が降って、そのために100人以上の方が怪我をするわけです。これはね、やっぱり3桁ぐらいの人間が、いろいろ救急車で運ばれたりとか、治療を受けたりとかするというのは、これ立派な災害じゃないかと思うわけです。そのために何か、手を打たなきゃいけないか、あるいは打てというふうに言ったのに打たれていないようなものがあるんじゃないかと、その辺のところを一回チェックした方がいいんじゃないかと思います。これはもう皆さんもあのご自宅の周りとかで、こういうところは雪かきしなきゃいけないねとか、毎年大雪が降って翌日ぐらいにはお話をされていると思うんでございますが、ぜひこれを真夏にですね、暑い中にですね、話をしていただければと思うわけでございます。ということでございまして、今日のコメンテーターの皆さんをご紹介したいと思います。まず最初、歴史学者で東京大学名誉教授の和田春樹さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。そして環境ジャーナリストで明治大学客員研究員の村田和子さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。桜色ですね、ジャケットね。もう一足早くちょっとバレンタインピークで、ありがとうございます。本当にバレンタインデーの頃になると、はい、毎年あのこのところこう雪が降りますよね。でも今日も最高気温12度の予想だし、はい、すごく昼間あったかいじゃないですか。だからね、今日は少しね、でもあの夕方になると急にこう冷え込んできたりして、でこういう時にね、私ね、ぜひ皆さんに心しておいていただきたいのは、あの寒冷じんましんが、寒冷じんましんが気管支の中にできるっていう、私これで死にかけたことあるんですよ。ああそうですか。あの最初はこうね、あのこう足の方からこう、なんかね、あのジンマシンでこうポツポツしますけど、あの蚊に刺されたみたいな音がこう、それでこう痒いななんて思ってるうちに息が苦しくなってきて、それであの喘息の発作とそっくりな状況になってきちゃったんですね。それで救急車をそういう時には呼びなさいって先生から言われてたので、で救急車呼ぼうかな、でも喘息の発作が起きるような要素はないしなと思って、それであの医療情報センターのひまわりっていうところがあるんです、そこに電話かけてこういう状況なんですけどって聞いたら、この電話を今すぐ切って、すぐ救急車呼んでください、言われて、それでそういうふうにしたんですね。そしたら救急車を待ってる間にすごい苦しくなってきて、もう病院へ着いた頃には息も絶え絶え、それであのよくドラマであの、ね、救急救命とかってやってこう、重症患者が運ばれてくるとこうすごい騒然となるじゃないですか、ER ですね、いろいろね。でああいう感じになっちゃって、で呼びかけられても目も開けられないぐらいなんですよ、ね、そうしたらあのそれでその注射を何本か打たれて、で意識が遠のいたんですね。で目が覚めた時にはお医者様が、ああよかった、あと10分遅かったら死んでました。でそのね、あの気管支の中にできると、気管支ってこの細いんですよね、私の指ぐらいですから、あのたちまちね、あの息が下がって窒息しちゃうの。私ね、その時はね皮膚呼吸だけの状態だったんです。あ、そうですか。でね、しかもね、そのあの外をあの歩いて、で冷たい空気がこう入ってくるでしょ、でそれがその銀座を歩いてですね、喋りながら歩いてて、でそれから家へ帰ってきてちょっと寝て、でだから3時間ぐらい経ってたんですよ。それであったかい布団かけて寝てて、それでその後
寒冷じんましん。じゃあそれはやっぱりその冷たい空気を一回その喉に受けてたっていうのが、それが引き金になってるわけですね。どうもそうらしいんです、ね、でそこから晴れるまでにやっぱり少しタイムラグがあってという。そうなんですね。やっぱり寒い日に外を歩くときにできれば、うん、そういう喉の弱い人、うん、そういう反応のある人はマスクをかけるとかして、そうですね、気をつけた方がいいということなんですよね。鬱陶しいですけど、こうマスクをとかね、マフラーで覆うとかね、はい、和田先生なんか、コエンザイム Q10 がいいなって、この番組の渡辺プロデューサーがなんかご自分の体験で、ええ、ジンマシンが出なくなったっておっしゃってましたけど、よく宣伝でやってるやつですね、コエンザイム Q10。 なんかね、あれはもともと心臓病の治療薬としてこう開発されたものみたいなんですけども、まあ、人によってもこう体質でね、いろいろ一口にジンマシンといっても違いますけど、ただその本当にこういうふうに昼間暖かくて、それで夜になってこう急激に気温が下がったりとかね、それからこういうふうにお天気が良かったと思ったら急に雪が降ったりとかね、そういうこの頃気候変動で、地球の温暖化の影響で気候変動が激しいですから、その急激なその寒さ、その冷たい空気っていうのを口の中にこう入れると、で何かあった時は救急車ですね。そうですね、そういうもう呼吸器に何か反応があった時には救急車を呼べと。そうですね、そうですね、なんか救急車ね、最近はね、救急車を呼んだら7000円取るとかっていう話がありますけれども、でも命には代えられないんですが、これね、救急車を私その呼んで乗ってね、救急車に乗ってもすぐに酸素吸入でしたから、だからねまだ良かったんですって。これがね、例えばタクシーでなんていうと酸素吸入できないですよね、ですからね、ためらわずにもう救急車を呼んで、いうことですね、ということが、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてフォトグラファーの臼井隆友さんです。おはようございます。おはようございます。いや、歩いてくる途中目黒川沿いの桜の木が枝バッサリ切られちゃってて、あら、そうでしたか。もうなんかかわいそうな感じで、なんでしょうね、それ、なんかもうこんな話を最大一斉にしていいのかっていう気がするけど、もう桜の枝を切るのはバカで、梅は切らぬバカっていうね、梅は切って梅の実が取れるようにするんだけど、桜の枝を切っちゃダメでしょうっていうことわざ言い伝えがあるのに、見事に切ってましたね。いや、今度の花が終わってから切ればいいんですよね。そうですよね。なんでこの時期に切っちゃったのかと思って、ちょっと宣伝させてください。はい、昨日発売の週刊金曜日で、私が、安倍派の自民党ですね、自民党の、要するに裏金問題、キックバックですね、の問題2で、市民団体が、脱税だと、これは脱税だということで告訴をしました。そのレポートをアンテナ欄の第一面でしておりますので、ぜひ、今日も3番目ぐらいのところでテーマがあって詳しく話しますが、市民からそういう運動が出てますので、あまりその運動大きくなぜか流れていません。ただ各社テレビ局全部来てました、だけど流れないっていう、すごい、私はそっちを取ってしまったっていう。で、あともう一つ、もう過去のあれですけど、今日和田先生が見えてますけど、主催されてる今こそ停戦をというので、加藤時子さんが見えて、東京ウィメンズプラザの方も行ってきました。様子を聞いてきて、加藤さんが見事なスピーチをされて、停戦の大切さというのを、日本の第二次大戦の終戦が遅れたためにどんだけひどいことが起きたのかと、朝鮮半島が南北に分断したのは日本が停戦というか終戦ね、敗戦を認めるのが遅れたためだっていうのを非常に感情をこもった言葉で言われてたのが印象的でした。多分、デモクラテレビの方の中なのか、YouTube か分かんないですけど、動画が上がっていると思いますので、そちらでリアルに体験してもらえたらと思います。あともう一点は、2月の4日に東大での小田切さんが出ますよっていうことでずっと宣伝していたのがあって、これ2月の末に、出た本なんですけど、この本の執筆者がほぼ揃って、この本はどういうものなのかというシンポジウムがありました。で、少しメディアが来て良さそうなもんなんですけど、いろいろ分け合って会場も都内某所としか言えないし、撮影もできないということで一社も
シリーズ私の独占取材となりましたでやっぱかなりいい大切な内容を話されてました。要するにパレスチナの問題っていうのは一体何なのかっていうのが分かる話でした。多分この本を読むんだったら字がちっちゃくて大変なのでKindle で買ってスマホでこう大きくしてみたら、なるほど、読めると思います、はい、結構要点が分かれてて老高生執筆者が揃ったいい本なんだなっていうのを改めて確認してきましたので、うん、ぜひお買い求めの読んでいただければというのと、あとできたらその執筆者をここに読んで、その公開 その、はい、映像の中でなんで自分たちが苦労してこの本をその10人近くいるんですがこの本を書いたのかどういうその話なんかをしていただけたらいいなと思ってはおります。はい、まあ、そんなところで、はい、今日よろしくお願いします。はい、電子書籍 Kindle とかあの辺そうですね、うん、文字が大きくして読めるっていう、そうそうそう、点がいいんですよねやっぱりね。いや執筆者の中の一番高齢の90何歳の方がリモートで参加してて、はい、本届いたんだけど字が小さくてもうすごい大変なんだって言ってて、うんうん、そうだよねみんな大変だよって聞きに来てる人たちも自分たちもちっちゃいよなってみんな言うんですよ。で確かにすごい本は字ちっちゃいんです。昔の文庫本ぐらいの字なんですよ、はい、だけど一人私 Kindle で買ったってあそうだそうだそれがいいっていう話でだったら読めるって Kindle で買うのをみんなで提案しようかみたいな話をしてました。 なかなかね電子書籍に対する、うん、マイナスイメージというのは、ね、上の世代の方、まあ、いわゆる紙本世代の方には強くて、うん、なかなか映れないというのはありますけど、だから別の道具として捉えて評価していただければいいのかもしれないですね。私も何回か使ってんですけど、今だんだんそのスマホとかそのなんか iPad とかに入っている機能が良くなって、うん、付箋つけたりマークつけたりできるんですよ。だから本に直接やっていくみたいなことも少し慣れていくと、こうメモとか逆に入れてって、でそこにこう自分のノートとの間でリンク作ったりもできるから、うん、悪くないと思いましたね。はい、和田さんこのあたりいかがですか、電子書籍とか。うーん、僕はやっぱりもうちょっと古い世代かもしれませんね、あまり、やってませんけど、うん、ただなんといっても電子書籍になると、はい、図版がカラーで入りますよね。そうですね、非常に印象的でね、はい、だから自分もそういうふうにしたいなと思っていて、まあ、いくつかは自分の本もそういうふうになってますから、いいんですけど、まあ、やっぱりこれ意味があることじゃないかと思いますね、うん、はい、今のお話も字を大きくできるっていうことは、まあますます老人にとってはありがたいことですので、あとね、あれがあるんです、その電子書籍と、はい、そのアプリをうまくリンクすると、はい、読んでくれるって。ああ、音読ね、音読ソフトがあって文字を読んでくれて、その要するに聞けると、はい、でそれもまたなんとなくいいですよね、うんうん、読書バリアフリーっていう活動があって、でこれがその目の見えない人もそうだし、それからこう起き上がっているのが難しいとかですね、そういういろんなこう障害をお持ちの方にとってその紙の本だと読めないっていう方たちがいるわけですね。でそういう方たちのためにね、そういうこう文明の利器を活用して、はい、で電子書籍って今3分の2がですね、漫画なんだそうですね。だからもっとね、こういうね、本を電子書籍化して、でそれがこう慣れだと思うんですよね。そうですね、そういうこうね、使い勝手がいいっていうところを最初こうちょっと抵抗があっても使ってみると慣れてきて、そしていいんじゃないかなと思いますね。まあ、読書というのはページをめくる動作まで含めての一つの文化的な習慣だと思いますので、うん、そこをこうチェンジするというのはいろいろ抵抗あるかもしれませんが、本当に情報が欲しいと思ったらそこの壁をこう乗り越えるということも大事かと思いますし、うん、何より例えばですね、 ALS の方、うん、体動かないけども眼球だけがなんとか動くっていう方がこう、ね、視線のクリックだけで
いろいろ情報を得てるなんて話を聞きますと、そういう方のために例えばこういう音読機能ですとかこういう電子本なんかは、情報受発信を開く一つの道筋になるんじゃないかなということを今ちょっと思いました。さあそれでは、今日の項目をご紹介いたします。今日は6項目です。北朝鮮との対話はどうなると、朝鮮民主主義人民共和国が、ここのところいろいろ新しく態度を示していますが、これは軟化なのか硬化なのか、この辺についてお話を伺いたいと思います。そして2つ目、文部科学大臣は統一教会が好きなのかという。好きだったら大変でございますね。3つ目、終わらない裏金問題。これ本当に終わらないですね。これずっとこのまま続くんじゃないかという気もしますが。そして、秘密保護法と経済安保。経済安保、もう軍事用語がこういうところにも使われるような時代になりました。そして5つ目、羽田空港の安全性はと、まあ、今まで当たり前のように使ってきた羽田空港でございますが、正月の事故でこのままでいいのかという議論がやっと起きたという感じがします。ちょっとこの辺についても考えてみたいと思います。そして6つ目、またも福島第一原発でという、またもでございます。いつまでたってもこのまともというのはなんか続くんじゃないかという、なんかそういう恐怖もありますけども、まあ、原発問題全般についてもここで扱いたいと思っております。そして、デモクラ TV からのお知らせでございますけれども、今日2月10日の17時からデモクラ TV のおなじみのジジビブ TV、 時事問題をビブリオバトルで、読み解くというですね、この番組が行われます。デモクラ TV のホームページ、こちらの方に情報が出ております。司会進行は太田剛君でお送りいたしますので、どうぞそちらの方もご覧いただきたいと思います。そうだ、バサロヤカさんのね、時事川柳、花もご紹介しますよ。はい、バサロヤカさんの時事川柳こちらでございますよ。いつもいただいておりましてありがとうございます。今日はね、この一つ、大所帯すみません、大所帯管理、大所帯総務に管理届きかねと、まあ、これ元はね、大所帯総務に管理不行き届きというふうになってましたが、字余りが生じてましたので、ちょっと、入れさせていただきました。大所帯総務に管理届きかねと、ダイハツ自動食器、日野、トヨタグループの、相次ぐ不正ということでございまして、本当にここのところ大所帯のいろいろなグループがですね、大変なことになっております。これはもう日本全体の問題として捉えたいと思うわけでございます。そして、最後にこのお花をご紹介して、本編に参りたいと思います。今日はカーネーションでございます。石川県の美市の奥田さん、いつもありがとうございます。私の親へ贈る花、鉢植えで育てる。ですか、親御さんに育てる、親御さんに差し上げる花をご自分で育てておられるという、これ立派な花ですね、カーネーション。はい、ありがとうございました。ということでございまして、今日も午後1時までお送りいたしますデモクラ TV 本会議。それではこの後お知らせに続いて本編です。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが、それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にトランプシリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけどでその流れで、すいません、メール次の流れて流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね、1時間しか喋ってない、そうもっていうのだから。もう、次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議。それでは最初の項目に参ります。岸田総理大臣は
去年9月に行われた国連総会での演説で、前の年に続き北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国に対して対話の呼びかけを行いましたが、国内のマスコミではほとんど取り上げられることがありませんでした。この呼びかけは外務省の意向を反映したものと思われますが、どのような狙いがあるのでしょうか。また外務省の内部では何が起きているのでしょうか。日本の東アジア外交について、和田さんと考えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではお願いします、はい、この、はい、岸田さんの国連演説ですね、9月の、これはほとんど注目されていなかったわけですけども、はい、実はこれがこの演説に注意を向けたのは佐藤勝氏でした、実は佐藤勝氏はウクライナが即時停戦を主張して いるわけですけど、彼の観点からそれで、ところが、その彼の意見が NHK の7時半の、番組でクローズアップ現代で取り上げられて、はい、彼はそこへ出演して、それで、その後に朝日新聞に登場した。朝日新聞は、これですけど、2月の6日でした。でそこで彼はそういうことを言いながら、日本政府が、日本政府のウクライナ戦争に対する態度はちょっと G7 と違っているのだから、日本政府が停戦を仲介しろということを言ってですね、はい、そういうことを言うときに岸田さんの9月の国連総会演説を言及したわけです、でそこでは非常に平和への思考が強いということですね。そういうことを言いましたの で、まあ大変恐縮ですけど、私は岸田の演説に注目していませんでしたので、でまあそれを読んだ知った後にそれを見ましたところが、その演説では確かに、岸田さんは世界の現状というものについて非常に深刻な問題があるというような観点から、平和の方向に向かって、行動しなきゃならないというようなふうに議論を出しているんですね。世界が歴史の転換点にある今こそ我々は初心に戻るべきですと。で国連憲章には2度の大戦の経験を得た戦争の惨害から将来の世代を救い人間の尊厳を守るという先人たちの固い決意が刻まれていると、そういう方向をやっている、いかなきゃならない、国際法は弱い立場の国のためにあると、人間の尊厳を守り強化するために脆弱な国、人々が平和に生きる権利を守りたいと思いますと、こういうことを言って、はい、でもちろんロシアが悪いんだとここでもちょっと言ってますけど、そのことはそれ一応簡単に済ませた後ろの方で、日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な核を清算して日朝国交正常化の実現を目指すという方針は不変ですと、でさらに共に新しい時代を切り開いていくという観点から条件をつけずにいつでも金正恩委員長に直接向き合うとの決意を伝え、首脳会談を早期に実現すべく私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと思っていますと、こう言ってますね、はい、いつも言ってる言葉なでは日本の中では言ってる言葉ですけど、共に新しい時代を切り開いていこうというような、そういうことを言ってですね、このことを言ってる、しかも国連の総会の場でですね呼びかけている。で北朝鮮というのはどういうことかっていうと、要するに国連の安保理で制裁を受けている、とんでもない国だということになって国連からはつまはじきにされている国なわけですね。そこに対して、国連の
総会の演壇からこういうふうに呼びかけるっていうことは一体並々ならぬ決意を表しているような感じがするし、その呼びかけに意味があるような感じも受けるのですが、でそこで一体どうなっているんだろうかと、このですね、いうふうになります。実はこの9月の前に8月にアメリカで、米韓日のですね三国のキャンプデービッド会談という首脳会談が行われまして、そのキャンプデービッド会談で出した声明の中で北朝鮮については、まあ、3点挙げてます。一つは第一点は北朝鮮の核開発は認めないということですね。朝鮮半島の非核化っていうのを言ってたんですけど、はい、もうそうじゃなくて北朝鮮の核保有は認めないということになって、これが第一点。第二点は北朝鮮は人権抑圧国家であって拉致問題、それから捕虜を返さないと等々のそういう問題を徹底的に追及する、これは2番目ですが、3番目には韓国の方針を支持すると、韓国の方針を支持する、それはどういうことかっていうと、統一された自由で平和な朝鮮半島を支持すると、というモデル、目標を支持するってことを言ってますが、これは朝鮮戦争の時に北朝鮮を攻撃して統一しようとした時の国連が出した方針ですから、はい、ですから非常に北朝鮮に対しては敵対的なことでも、統一された自由で平和な朝鮮半島っていうのは北朝鮮は存在してないんですよ、イメージとしてはですね、はい、そういうことを言ってるってわけで、そういう声明を、キャンプデービッドで前の月に出したときに、翌月になって今度は国連の壇上から北朝鮮に対して呼びかけてるということは、一体何を考えてやってるのかなということになりますね。それでしかしそれに対してどうなるかって言ったら、北朝鮮の方はどうしたかっていうと、1月の、地震ですね、能登半島の地震に対して、金正恩が委員長が岸田さんに見舞いの手紙を送ったと、まあ、今まで北朝鮮も日本で地震が起こるたびにメッセージを送ってくれたり、お金も送ってくれたりしてきてるんですけど、しかし中心の国家の指導者が直接日本の首相に対してそういう見舞いの手紙を出すということは初めてのことですね。それでですから国連総会の壇上から共に新しい時代を切り開こうという決意だというようなことを言って呼びかけていたことに対して、うん、金正恩氏が答えたということにもなっているわけです、ね、なるほど。でそれでさあどうなるんでしょうかその先はということになりまして、はい、要するに岸田さんという人が何を考えて何をしようとしているのかということが、うんはっきりしない。だからやっぱりやるというなら言った言葉はですね、守ってですね、ひとたび言葉を出して言った以上はそれをために方向に精神努力するということでやってもらえいたいと思いますけど、それがそうでなくてですね、いつも言葉はやるやると言ったら言ってるだけの言葉ということであれば、それはやっぱり、人を裏切ることになる。日本の国内で言ってるんだったら日本の国民を裏切ることになっているわけですけど、国連の壇上から北朝鮮の指導者に呼びかけて、それで なおかつやらないということになればですね、これは一体どういうことになるんだろうかという、それはもうあると言えばそういう指導者、もしやらない指導者を持つんだったら、まあ国辱のものですよ、これはある意味では日本という国のですね、
そういうところに、まあ、岸田さんが立っていると、はい、まあ、非常に難しいところですけどですね、そういうところに立っているということで、よく考えてもらい、もらわなきゃならないと、こういうふうに私は思いました。これ岸田さんが動きが取れないというのはもう他の問題で手一杯だっていうことなんでしょうかね。いやいや、そうじゃありません、はい、ここで問題は何がじゃ問題かって申しますとね、はい、実は岸田さんは5月の段階で拉致被害者の、うん、救済の集会に行ってですね、はい、まあ、演説をしまして、その時初めてここでも言った私の直轄のハイレベルの協議、直轄でハイレベルの協議を目指すんだということを言ったわけで、はい、それで非常に問題になりました時にですね、今度は2日後ですよ、その演説を行った2日後に北朝鮮の外務次官が、はい、談話を出しましてですね、要するに、拉致問題についての考え方を変えればですね、うん、要するに話し合いはできると、本当に、そういうことを言いました。要するに 何が問題かっていうと、日本の政府は基本的には安倍の拉致三原則というものを2006年に出しまして、それでやっています。それはどういうことかというと、拉致問題が日本の最重要課題である。それは異常なことですけど、拉致問題は重要な課題だと思いますけど、最重要課題だと言い切るのはですね、どう見たっておかしいことですが、それはそう言い切って、だからこれが一番大事だと。で、2番目に、拉致問題の解決なくして国交正常化なしと、つまり国交正常化交渉は拉致問題が解決しなきゃ行わないと、こう言っている、うん、はい、これ2番目ですね。で、3番目に、要するに、拉致された被害者は死んだというふうに北朝鮮が言ってきた人もみんな生きているんだと、うん、だから全員生きたまま返せと、直ちに返せと、即時全員を一括して返せというふうに要求すると、うん、で、そうしてこそ解決だと、こういうわけですな。これが三原則です。で、これはもうこれは解決のための外交交渉のための目標じゃないわけですよ。つまりこういうふうに言ったらもう喧嘩する以外ないわけです。北朝鮮は13人を拉致して、それで8人が死んでしまったと、それで5人が生きていると、で、あと2人については、日本が行ってきている人については入国していないと、こう言ってるわけですね。で、そういう状況で、要するに5人は帰ってきたわけですけど、8人の死んだという人、それから2人は入国してないっていう人、つまり10人ですね。10人は生きているんだと、死んだという証拠がない、生きているんだってから返せと、こう言ったらですね、北朝鮮は死んだと言っていいわけですから、北朝鮮の方は死んだ人間を生き返らせて返せというのかと、こう言ってるわけで、もう喧嘩なわけです。北朝鮮は嘘を言ってると決めつけてるわけですから、だからこういう方針を出すということは、もう拉致問題というものを理由にして日朝交渉というものはストップさせるという方針なわけです。おそらく安倍さんにだってそういう考えだったと思いますけど、それでずっとやってきていますから、だから岸田さんが安倍さんの意を継いてではありますけど、交渉したいというのであれば、この方針、拉致三原則、特に第三番目の原則、死んだと言われる人はみんな生きてるんだ、だから生きたまま返せと、こういう即時全員返せという、そういう主張は引っ込めないとですね、交渉ができないわけです。で、北朝鮮と今日本との間で、そこにが問題になってるわけです、はい、で、それを言うか、岸田さんはそれを言ってそういうふうに方針を変えるから交渉したいというふうに、じゃあどういうふうに変えるかというとですね、生きていることが分かった人は返してもらいたいと調査してですね、で、
死んだという人については死んだ時の状況についてもっと説得できるような説明をしてもらいたい、これなんですよ、はい、いうことは、あ、これだったら交渉になるわけですよ、うん、しかしまあ今は非常になかなか日朝の間は難しくなってますので、本当に日本が北朝鮮と国交正常化をしたいんだと、あの国連でも言ったわけですよね、そうですよね、不幸な過去を清算に日朝国交正常化の実現を目指すということを言い切ったわけですからですね、これを本当に自分たちがやるつもりだというところを示さないとですね、交渉ができない、こういう問題ですな。でこの拉致問題なんですが、もう10年をはるかに超えて長い問題になってきました。で大体こういうあの公の事業というのを長期化するといろいろなその税肉みたいなところがついたりとか、あるいはこう不正なお金の流れにつながっていったりとか、まあ一言で言ってしまえば利権化の温床になるようなことが多いわけですが、まあこの拉致問題に関する事業が利権化しているというふうな断言をする要素はないんですけれども、これに対する身体検査を行うような動きは全くないというのは私ねちょっと問題じゃないかなと思ってまして、例えばその政府がこの問題を語るときには日本国民の感情に訴えかけるようなアピールを常にしていると、でまあそれはアピールキャンペーンとして一つの手法ではあると思うんですけども、何かどうもそれがこの事業自体を聖域化しているように見えて、本当につぎ込んだ予算がその予算の分だけの働きを末端にまで与えているかどうかというのはちょっと疑問じゃないかなということを私なんか思っておりますが、例えばこれ意地悪な見方をすると、その利権を持っている人たちにとってはこの問題が少しでも長く伸びてくれた方が自分たちの懐が温まるというようなことを、まあこれはまあね、想像妄想の域かもしれませんが、そんなことを思うんですが、これどうなんでしょう。まああの拉致対策本部というものが、はい、2006年に安倍内閣によって作られたんですね、はい、でそれで最初の予算はそんなに多くなかったんです、うん、でところがこれが次に安倍内閣の後に、まあ、あのが引いて福田内閣、それから、麻生内閣になりまして、その後で政権交代があって民主党の政権がなりましてね、鳩山内閣の時ですけど、その時は新しい拉致対策大臣が出まして、はい、でその人が一挙に、予算を12億に上げたんですね、うん、その前からもうすでに拉致対策本部の予算というものは使い切れなかったんです、はい、でところが、それはずっと続いてきましたが、それで12億に上げてどうなるかって言って、うん、大いに拉致対策のやるんだっていうことだったけど、それも使い切れなかったんですよ、でそれで、相当の額を年度末に返すようなことになりました。でそれでていうか、なぜ予算を減らさないか、うん、使い切れないような予算を計上しているかっていったら、内閣として拉致問題に熱心で ないという態度に見られたら困るというので、うん、当初予算は維持するという形で年度末に返していると、ずっと繰り返してきたんですよ、はい、ところがその後になって突然ですね、全部予算を使うという切ることになったんです、ね、だからじゃんじゃんお金を出すことになったんです、はい、どうしてそんなことが可能になったの、ずっと使い切れなかった予算がですね、何に使ってる、要するに一番大きいのは情報収集のために使うということだったんですね、情報収集のために使うって言ったって、やっぱりそんなに良い情報、はい、角度の高い情報、質の良い情報っていうものはないわけなんですよ、はい、それは未だに新しい情報が得たということはどこからも報告されてないんですけども、拉致対策本部が持ってる情報っていうのは帰ってきた5人から聞いたところが、ね、はい、の情報なんですよ、それ以外の新しい情報は入ってないんですが、ですからね、じゃあ何のためにお金を使ってるかちょっと分からないわけですね、うん、それで、
もちろんそのラスの運動をしている人たちや被害者に対する手当てのことも、にももちろんお金は使っていますから、でそういうところにもお金を使っているんだと思いますが、まあ、特に、拉致の運動に対して、お金は援助はしてると思いますね。でそういうふうになってくるとですね、今ご指摘の ところですけど、やっぱり政府がそういう運動、国民運動をずっと起こしてますと、北方領土問題も同じことですよね。要するに一つの、産業化してくる状況になります、はい、こういう国民運動がですね。でそこで働いている人がいて、ずっとそれは、固定したポストになっていきますから、そういう問題が発生してきていて、で実を言うと拉致問題は、本格的に言えば2002年の小泉さんの訪朝の時からですが、でその時からすでにもう22年になろうとしてるんですよ。とんでもない時間が経っています。だから北朝鮮が拉致をしたのはけしからんと国民が怒ったと、そうでしょう、それは分かりますよね。それでだから北朝鮮に罰を与えたいということが、やっぱり被害者の家族たち、横田早紀江さんたちも含めてそういう気持ちだったと思いますよ。早紀江さんは小泉さんが平壌に行って、横田さんも死んだんだということを通告された時にですね、早紀江さんは戦うと、私は戦っていくと、で娘は生きていこうと思って戦っていくんだと、こう言われたんですね。私それも分かりますよ、うん、気持ちは確かに、はい、許せないという気持ちも分かりますよ。だからそれで20年も戦ってきてですね、うん、要するに日朝交渉をストップして十分なる罰を与えたと思いますよ。日本と北朝鮮が国交を正常化しなきゃならないというのは日本の国家的な課題であってですね、三十数年間植民地として支配した国と、で独立していったわけですが、その国との関係を正常化するということは、日本の国家的な課題ですから、でそういう点で言えば、20年もやっぱり北朝鮮との関係をブロックして、貿易もしない、往来もしない、船の入港もさせないというような形を取ってきて、その間に北朝鮮は核兵器を作って、どんどん核兵器も作って、ミサイルも作ってると、こういうますます危なくなってきてるわけですね。そういう状況を考えれば、ここでやっぱり転換をして、本当の意味の交渉をしてですね、国交を正常化する、まさにここで、国連総会で岸田さんが言った通りのことをやると、そのためには拉致問題に対する考え方をここで修正してですね、合理的な考え方にのっとって交渉すると、こういうふうにして、で最終的に言えば、もしも、北朝鮮に行った人がみんな死んでいるというふうに北朝鮮が言うことがずっと続いているんなら、いいですか、2人の人が入国してないって言ってるんですよ、北朝鮮はですね。久米豊さんっていう人、三鷹の市役所の警備員だった人と、それから曽我ひとみさんのお母さんですね、曽我ひとみのお母さんっていうのは、この二人は拉致されたことははっきり、してるんですけど、日本の警察もはっきり掴んでいるわけですけど、それで北朝鮮は入国してないって言ったら、論理的に考えればさ、船の上で殺されてるってことですよ、二人はですね。日本を出たのは確かだけど北に入ってないってわけだから、でそういうふうなことであれば、北朝鮮死んでいる人たちに、被害者について言えば、日本として要求できることは最終的には保証ですよ、保証しろということですね、賠償してほしいということになって、解決するとしたら最終的にはそういうことになるでしょう。真実を明らかにしてもらいたいと言いますけど、国家がもし北朝鮮が
日本から連れて行った人を殺してるんだったらそれは言いませんよ、どういうふうにしたかということはですね。で そしたら賠償を要求するというのは我々の できる唯一のことですから。しかしだからもう北朝鮮とは関係を一切持たないで永久に行くって言ってれば、向こう側には核兵器を持った北朝鮮がいるとこういうことになるわけだからそれは日本にとって日本の安全保障を守るためにはどうしても北朝鮮と関係を作ってですね、北朝鮮を説得して日本に対して兵器を使用させないように しなきゃならないわけですよ。日本がまた核兵器を持ったってそれは防げないわけだからですね。それはとんでもないですよ。そういう状況に立ってるわけですから、あの何が最重要課題かっていうことについての考え方ですよね。これをやっぱりもしっかり国家として持って、それでそれをやる以外に道がないんですよ。そういうことを理解した上で岸田さんがやっぱり国連で言ったことを実行すると、本当の意味で実行するということは必要であると。そうでないとですね、あらゆることでも何でもやりますやりますと言って何もやらないという総理大臣であったらですね、もうこれはもうそれは受け入れられないということになりますわな。岸田総理自身がですね、そうやって演説をしながらも、分かってないんじゃないですか。でその国連でした演説と、それからそれ以外のところでした演説と、おそらくまあ官僚が書いてるんだと思うんですよね、役所の人がね。でそう書く人が別なんじゃないんですか。あのどうもですね、この日本 の省庁っていうのは、あの対外的にスピーチをする場合と、それから国内に向けてする場合と、それ以外ととかっていうふうに担当官が違ったりすると、その担当官がですね、そのあの同じこう統一したあの考えに立ってるんではなくて、それぞれでこうやってるっていうのが多いんですね。あの中国へリニアモーター間と、それから新幹線を売り込むと。で普通はあの同じ国だったらあのどっちかに統一して、そしてあの売り込むんですが、それぞれバラバラでやってたんで、で結果として結局どちらも採用されなかったっていうのがありましたけど、あのことほど採用にこう役所の中で担当官が違う。でその書いてこられたその文章を見ても、岸田総理もそのことの意味が分かってなくて、ただ読んでるだけだから、だからこういうことになっちゃうんじゃないでしょうかね。でやっぱり国交があの正常化してないと情報も取れないですよね。宇津井さん、はい、あの今の話の中で重要だと思ったのは、結局岸田さんがそういうふうにいいことも言ったと、であといろいろ予算がついたりして事業も行われ始めたと、で結局どれもその始まったはいいけども、どっからもチェックが入らないままに放置されてずるずるいってると。で本来はこれあのそれを監視する団体というよりも野党が本当はそこを ついていかなきゃいけないのに、野党がそれを野放しにしているように見えて、それがだからよく世の中の人が言うところの野党は、大したことをやってない、何もその責任を取れないんじゃないかとかという野党に対する頼りない不甲斐ないというなんかその意見、そこにつながっているように思うんですが、実際原発問題なんかもあのちゃんと国がいろいろやってる対策が正規に行われているか、もしかしたら利権化されてないかとか、そういうのをチェックする機能があってしかるべきだと思うんですが、これどうなんですかね。私はね、原発のこともそうですけど、はい、この問題は、その野党側もこう何て言うかな、その拉致被害者を取り戻すんだっていうことに対して、はい、そうじゃないんだっていうふうには言うと、その国民的反感っていうのがあって言いにくいって言わない、だから逆にアンタッチャブルになってる面があって、2002年にあの小泉当時の首相が北朝鮮に行って連れて帰ってきましたよね。でその後なぜか小泉さんじゃなくて安倍さんが、そういうなんか段取りを全部やったんだよみたいなニュースを流しながら、全て取り戻すんだ、解決はしてないんだっていうような形でこの問題をこうずっとアルカンごとくで進展もなく
その第一次安倍政権の時もそうだった、その後民主党政権の時でごちゃごちゃがあって第二次安倍政権になっても、北朝鮮っていう完全掌握のものを作っといて、うん、求心力を高めて自分の支持率を上げるとか、なんかその北朝鮮で拉致で帰ってこない取り戻せない人たちがいるってことを安倍さんは自分の支持率の道具に使ってきたような印象が私はあるんですよ。で、今この拉致の問題というのは、拉致されてしまった人はもちろんその家族とかお友達も含めて知ってる人にとってはかなりこう悔しいし、何とかしろよという問題なんだけれども、じゃあ具体的にどんなことがされているかというと、拉致問題関係のイベントみたいなものがまだね、月に3日に1回ぐらいはなんか日本中どっかでやってるんですよ。で、映画のアニメーションの上映会だったり説明会だったりこうずっとやってるわけですよね。で、そういう部分には多分予算はかかると思うんだけど、継続してますっていう、そのこういうことをやってますって記録だけはアーカイブでしっかりあって、はい、その効果とかどういうことをしてるのかっていうのはそのめったに報道されない、大きな家族の集まりがあって、横田早紀江さんでしたっけ、めぐみさんのお母さんが何としても取り返したいっていうようなアピールをすると象徴的に時々テレビやニュースが扱う程度で、1年間そんな月に10回も15回もやってるような、地道な活動といえば地道な活動ですけど、最初に川崎さんがおっしゃったように、ひょっとしたらその辺っていうのは利権の温床になっているのかもしれない。でアニメーション作るのはそれはそれで有効なことかもしれないけど、一体そこにはどのぐらいのお金が使われて、どんな人たちが関与してどうしてやったのかっていうのはまさにおっしゃったようにチェックできていないって。でそこで野党の問題っていうのを挙げると、やっぱ一番は日本の野党はシンクタンクが弱いというかないっていう、そこなんじゃないかと思いますけどね。原発の問題を野党がちゃんとつけないっていうのは、原発の問題の専門家とその原発で嫌だけど原発とともに生きてる人たちがいて、そういうのの情報をちゃんと取れてるシンクタンクがいないんですよ。で原発っていうのは危険で危ないものだってことを研究してる人たちはいるんだけど、もうちょっと草の根の部分、下々の部分に降りてきてて、原発でがどういうふうに立地してる地域と絡み合っているのか、であと逆に言えば最後の問題で出てきますけど、その志賀原発だったり福島第二の第一の汚染水が漏れちゃったりっていう、そういう技術的な問題と、はい、規制庁が判断する判断の甘さみたいなものに対してちゃん と、それを指摘する、で事前に予防策としてこういうことができたはずだ、うん、それをやっていなかったとしたら野党のシンクタンク側がそこが見えてなかったっていうことになるんですね。だからそういう意味では野党が弱いというのはまさにその通り で、なぜ弱いかっていうと、やっぱり分析する力がある組織を持ってないんだと思います、はい、でこの拉致の問題も多分そうだと思いますよ、はい、結構その辺のレベルまでボランタリーレベルでの協力を求めているような雰囲気があるように思うんですが、うん、その点はですね、はい、まあ、分析をしている意見や努力は、はい、ずっと存在してますが、はい、しかし要するに、一番大きいことですけど、北朝鮮が8人死亡したと言ってる、その死亡したという2人は入国してないっていう、この人たちについて、情報を集めて検証するということで、生存についてのどういう情報を持っているのかというようなことを国会で質問することは許されてないわけです、ね、あと北朝鮮にそういうことを調査を依頼するなり、いやいや、こっちから入っていくチャンネルもない。いやいや、政府はずっと交渉するときは要求してましたよ、そのことについてね、はい、だけど、もう過ぎてしまった後で、今国会でそういうことでどこまで分かってるのか、どういう情報があるのかっていうことを質問したりすることが許されてない。つまりこれはもう完全なる聖域で触れちゃいけない問題になってる。だからご承知の通りで田原総一郎さんが
横田めぐみさんと有本恵子さんは死んでいると外務省が言っていると言ったでしょテレビでね、うん、朝まで生テレビで、はい、そうしたらそれは攻撃をされまして、はい、で最終的には、田原さんは名誉毀損で100万円の罰金を払ったわけですよ、はい、有本さんの ご両親にね、はい、そういう状況です。だから産方さんって千葉県の民主党の代議士が自分の選挙の会合で横田めぐみさんは死んでいるんだというふうに言ったというのが救う会によって抗議されまして、そしたらその日のうちに国会の全党がですよ、首相から始まって全党が共産党までの全党がこれはけしからん発言だということになって、それで民主党は産方さんの来るべき選挙における公認を取り消したわけで、で産方さんは落選しました。もうこういうことだからですね、言っちゃいけないことになってね、もう検証しましょうということを言うこと自身が禁じられてるわけですから、そこが当然だから真剣な議論は存在してるんですけど、そういうことを触れさせないなんて言うんでしょうね、ブルーのカーテンとかなんか知らないけど、なんかこう降りちゃってですね、そうですね、これも聖域であって触れちゃいけない問題として、出てる。それでみんなブルーのリボンをつけてるでしょう、かぶりは一切、はい、だから要するに議論をさせないということになってるわけですよ。だからこれで野党がだから質問できるような状況じゃない、有田さんも、国会議員だった時はだいぶ質問しました、質問主意書を何度も出したんだけど、要するにそれでもほとんど回答が ないんですからね。ですから この状況は、はい、要するに政府だけの問題じゃなくてこう日本全体がそういう、そういう、ブルーのカーテンみたいな中に入ってる、はい、ここ降りてる、これは国民の問題ですよ全体が、これ破らなきゃどうにもならないと思う、私もそう思いますね、今産方さんの名前が上がったんですけど、産方さんが立憲民主党の公認を外れた時というか党から外された時、ちょうど選挙取材に産方さんのとこ行ってまして、松戸の駅で一生懸命駅前に立ってその説明をされてました。だからその自分のすごく親しい近辺のところだけでこの問題っていうのはちゃんと検証しなきゃいけないんじゃないかっていうようなことを言ったんですよね、はい、それが表に出ちゃって、生きてないんじゃないかっていう発言にこう変わっていっちゃって、でもうソース感になっていっていくっていう感じで、でも産方さん自体がエネルギーすごくある方で、でもこういう問題はちゃんとやっぱり国民的議論にして明らかにしなきゃいけないことだろうっていうことを選挙でも訴えてましたね。はい、はい、ということでございまして、この問題については今の青いカーテンがかかってるんじゃないかというこの話でまたいずれ、続きは議論ができればと思います。それではここでお知らせです。せーの、手洗いキュ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 、帰った時もご飯の前も、カワウソくん丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うっちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、それでは2番目の話題に参ります。森山文部科学大臣が旧統一教会の関連団体に選挙支援を受けていたという疑惑で、推薦確認書に署名していた可能性も明らかになりました。
岸田総理大臣に近い森山文部科学大臣は宗教行政を所管する文科省のトップで、昨年10月に教団に対する解散命令請求を行った当事者でもあります。教団との密接な関係は被害者救済やこれから本格化する教団との裁判で利益相反を問われ、政府への信頼性も大きく揺らぎかねない事態となっています。東京新聞八日朝刊2面他でございますが、いかがでしょう。これあれですよね、はい、そうもう統一教会と相思相愛でしょっていう感じだと思うんですが、うん、この署名をしたかどうかも覚えてませんって言ったり、ね、なんかうすうす思い出してきましたって言ったりそういう人がですね、このこう大臣、こんな大臣をやっているっていうこと自体がもうね問題ですし、でこういうことっていうのがずっと続いてきたわけですよね。で神宮外苑のね、問題なんですが、あれこう今伐採が今ちょっと停止になってるんで全然報道されなくなってますけれども、あそこをですね統一教会が1965年に文鮮明という教祖が日本に来た時に統一教会の聖地にするんだって、で神宮外苑の森が第1号で日本国内に8カ所その聖地にするっていうふうに指定してるっていうのを発表してるんですね。で去年ですね有田芳生さんが選挙活動しているときに、はい、九州の一ノ関が統一教会の聖地のようになっているっていうふうに言ったら、統一教会がわざわざ一ノ関は聖地ではないと、聖地は神宮外苑を はじめとする全国8カ所ですっていうふうにわざわざですね発表してるんですね。でこの森山大臣だけではなくて、その政府の、はっきり言えば自民党の人たちのほとんどがですね統一教会と関係していて、でそれをその所管しているその大臣からしてですね、今頃になってこういうことが出てきているっていうのは、やっぱりどうしても断ち切れない何かがあって、そしてその自民党の今の政策、これまでの政策の中にもやっぱりその統一教会が主張することと全く被るようなものが入っているっていうことは、もうはっきり言ってもう自民党全体にですね統一教会が乗っ取られてしまっているっていう状態だと思うので、でそのことを有権者が、私たち国民がどういうふうに考えるかっていうことだと思うんですよ。やっぱり、ね、国会で森山大臣追及されてますけれども、それに対してですね、例えばマスコミの報道の仕方っていうのが、もっと前、30年前、40年前とかだったらもっと厳しく追及して、そしてキャンペーン報道という形、あるいは調査報道という形で詳しく報道したと思うんですが、そういう、こう強気の攻めている報道姿勢っていうのが感じられないですよね。で